こんにちは。今回もね、こちらですね、これはね、日産のクルーというね、車です。非常に珍しいある意味車になりましたけども、これは平成6年の1995年1月に登場した日産クルーが、日産自動車のタクシー向け乗用車に自家用車向けの改良を施して個人ユーザーに向け販売したフォードは小型セダンである。でタクシーを特別するために自家用車はクルーサルーンという呼び名が使われていると。元になったタクシー仕様のクルーは6代目クローデル及び Y31 型セドリック・グドリアの営業専用車種を組み合わせて設計され、前年の平成5年1993年1月に登場したんですね。でクルーのボディは5ナンバー幅に収まる全長4595メートル、前幅1695メートルの1種類のみだが、4面のガラスに立ててキャビン上部の横幅を最大し、やや高めの全高を確保したことで白い室内空間を実現。その白さは当時ピラオを独立させたモデルが多かった3ナンバーサイズの上級フォードバスタンに上手するほどだったんですね。でピラーを立てたことで外見も当時の国産車ではないクラシカルな雰囲気となって交渉を施したと。でタクシー使用車では使用程度の高い左側リアドルの幅が右側に比べて50メートル最大されていたが、個人ユーザー向けの自家用車にもタクシー向け仕様がそのまま採用されてたんですね。でインテリアでは日産の高級車向け S パネルフィッシャーをマウス構造のシートを採用し、ここでもお客を乗せるタクシー向けの仕様と同様になっていると。で本来タクシー専用として開発されたことから低価格で販売されたが、直列6気筒の RB20E 型エンジンを搭載したので同型型エンジンの搭載容易で、一時はチェーニングメーカーのベース車両としてコアなファンから注目を集めたと。で平成8年、1996年に発売された水岡自動車製作のパイクカーガリュー1のベース車両にもなっているんですね。で個人向けクルーが販売された当時、国産車はサンダーバーグ製を標準するモデルがメーカーが問わず増えつつあり、多くの車種がモデルチェンジのためにボディが膨大化していったと。で各メーカーはスターニングと重性などボディサイズとパッケージングに関して試行実験を繰り返していたと。そうした時期の中でクルーは5ナンバーサイズながら実用性と快適性がバランスよく調和した、まあ、車となったということなんですね。でそれがまあこの車ということで、これの、まあ、当時の、車両価格は、そうですね、LS サロン F というのがあって、これが169万5千円でした。で、一番お高めでも、そうですね、これだと思うんですけど、LX サロン、これが219万円でした。まあ、比較的お休みでね、お休みな価格でですね。で、これは車両型しかが XK30 と SK30。で、平成6年の1月から平成14年の6月まで販売されてまして、生産台数が5万2124台を生産されていたということなんですね。まあ基本的にはトミカでクルーを作ってほしかったんですが、でクラウンコンフォートは作ったんですけど、クルーが出てこなかったんでね、そのままスルーされてしまいましたみたいな、残念だったなっていう感じだったんですけどね。でこれはチョロ Q のやつで、これは牛の柄のやつでね、これは確か実際に走ってる車らしくて、九州じゃない、北海道の方のこのモータータクシーっていうのがこういう柄のタクシーで札幌駅とかそういうところなんかこう走ってるらしいですね。でなかなかこれはいいなという感じでね、本当に牛柄のね、車で面白いなと思います。で生産台数が5万2124台と、まあ、少ないんですけども、まあこれは主に今走ってるとすると北海道とか東北から、まあ、東北の北海道あたりかな。でそれからあとは、静岡県から九州ぐらいのところまで走ってるらしいんですね。でただ今はあんまりもうっていうか、まあ関東ではね見かけないんですよ、クルーは。全く走ってないとは言えないとはないと思うんだけど、ただほとんどはクラウンかクラウンコンフォートとかセドリックのタクシー、あれが走ってるんで Y30 とかですかね、あれが走ってるから、まあセドリックとかで走ってるのほとんど、あとクラウンとかね走ってるから、
あんまりクルーは見ないんですね。だクルーが主に走って見かけるのはもう九州から、九州からまあ静岡あたりまで。でそこからパンって飛ばして北海道、そのぐらいでしかクルーが走ってるところは見ないですね。これは確か一度だけタクシーで乗ったような気がするんですよ。この北海道仕様のじゃないんだけど、確か静岡かなんかで旅行かなんか行った時に確か乗ったような気がするんだけど、まあまあ快適でいいですよね。いかにもまあタクシーって感じだったけど、まあそれが好きで、結構この車好きなんですね。こうシンプルなデザインなんだけど、シンプルでいながら、まあだから内装なんかもシンプルなんだけど、シンプルなデザイン、シンプルな内装でいながら高級感があって、どこかこう気品と優しさがこう付け足されているっていう感じが、非常にそれがいい感じる車でしたね。でこれは結構いい形で、なかなかの面白いね、車だったなというふうに思いまして、これはなかなかいい車でしたよ。でこれは確かビニールではないと思ったな。ふかふかのモケットの椅子ソファーでね、でそれがあって、ちょっとねクランコンフォートとかあれだとね、なんかタクシーで売ったらなんかビニールのタクシーがあるじゃないですか。ビニールのタクシーってちょっと嫌なんだよね、あれちょっと。乗ってて、その硬いからね、あれシートが。硬いからちょっと嫌なんですよ。で、このクルーのこの頃の日産のシートってモケット張りでね、モケットでってからちょっとふわっとしてて、それが良かったなって感じなんですけど、なかなかこういった車がね、非常にいいなというふうに、思いまして、まあなかなかこのクルーのね、こういった感じが好きな、車です。まあなかなかこれはいいなと思いますね。だからこれの普通車バージョンはある意味トンビカプレミアムでね、こう作ってくれると、まあ面白みがあっていいんじゃないかななんていうふうに。まあタクシーはね、もうすでにチョロQとかで出てるんで、クルーの普通車バージョンをあえてこう作ってほしいななんて思いますけども、まあなかなかこれはいい車だと思いますし、すっきりとしたデザインでね、非常にこれは面白い車があるなというふうに思います。どうもありがとうございました。